ドラゴンクエスト9、星空の守り人。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。すげえ、スカルグレモンみたいなやつ出てきた。グレイナル。モハにいたな、こういうやつ。ふむ、里のものではないようじゃな。わしがグレイナル。見知らぬ旅の者がこのわしに一体何のよう。忘れもせぬ。魔帝国ガナンの兵どもにまとわりつくあの不快な匂い。貴様、さてはガナンの手先だな。いや、違うんだけどな。よかろう。ちょ、待て。また誤解するんだから、もう。誤解ゲーか、本当に。もう。まさか戦闘になるとは思ってなかったぞ。困ったね。そしたら応援かな。ピオリも入っちゃうな、一旦な。あ、じゃあミリアに貯めて、スカラ打っていこう。スカラ、ピオリム、貯める。とりあえずピオリムで素早さを上げます。プラスのが先に行動するのか。そしたらミリアに一回バイキルトを入れようか。うまいこといけば。んー、なに?ひぃ強すぎる。マジか、バイキルト入れたかったけど、ここはベホマラだな。しょうがないね。応援ミリア。必殺入れちゃうか。必殺、呪文、もう一度ピオリブからの攻撃。テンション50でバイキルトかけた状態で攻撃したかったんですけど、やっぱ無理だったか。まあ一回攻撃ならなんとかなるな。先制でベホマラ回復できるんでなんとかなると思う。バーハかければさらになんとかなるが、286激しいナズマ。これは危険なような気もするな。ミリア、一応ベホマラ撃っとくか。ベホマラ、そう、バイキルト覚えてんの。トラジャじゃん、思えば。特技貯める。ベホマラーがあと何回撃てるんよ。4回か5回 ?4 回ぐらいは撃てるのか。ちょっとあんまりはしゃぎすぎない方がいいのか。全身に力を貯める。鋭い爪を振り下ろす。オッケーオッケー。これならば、特技応援ミリア。呪文、ベホイミ。呪文、メラミ。一応、あ、ルカに効かねえな。効かねえわ。攻撃。テンション50でバイキルト状態の2連続攻撃で、プラスを完全回復やかに回してメラミと通常攻撃でいきましょう。うん、強いね、強いね。グレナル通常攻撃 OK。 特技応援とで、ここで一旦何かを入れよう。そうだな、バッハ一人なんだよな。ただ入れといて損はないかな。ヒットポイントが一番低いのは多分プラースかな。と、メラミと特技で貯めると。これ強えわ。破壊力抜群だろ、マジで。やべえだろ。2ターンで600だもんね。えぐいよな。これは敵としてはたまったもんじゃないよね。2ターン毎回600のダメージって。燃え盛る火炎ぐらいならなんとか耐えるのか。応援は、はぁ、メラミ攻撃。これはえぐいぜ。俺がもし敵だったら怒るもん。2ターンごとに毎回600食らうとか、嫌だよな、絶対。いいよ。いや、これはえぐいぜ。これはえぐい。やってて、自分でやっててえぐいって思う。じゃあ、応援。
旦ここでベホマラーが入って、必殺なんだっけ？自分の商品 MP が一定の間ゼロに、ゼロに。特技貯める。ミラクルゾーンとかあるんだな。トラちゃんの必殺技。ミラクルゾーン。これがな、パーティー全体の MP がだったら神なんだけどね。まあさすがにそうはいかないか。バッハ効いてるな。敵をひるませテンションもアップ。サミダレ好き。イオラ攻撃カーツでテンションが上がると。なるほどな。ピオリムの効果が切れ始めてるか。守備力も戻る。驚きすくみ上がっている。応援サミダレ好き、イオラ、攻撃。よし！あー、よかったよかった。完璧にはまってましたね、こっちの攻撃がね。素晴らしい流れでした。もう負ける気がしなかったわ。メディアも成長。武道家だから素早さがどんどん上がるな。気合い。竜の鱗。うん。錬金素材だな、多分な。己帝国の犬め、ちげえんだ。待ちなされ。黒い竜像、バルボロス。そうなんだよ。しかしこの方は再び黒い竜が現れたというのです。ふむ、わしに今一度バルボロスと戦えと。あ、いや、そこまでは。空の飛べぬ、猛獄としたわしではバルボロスは戦いんか。帝国の手先と同じ匂いまとったものなど信用できぬ。なんか誤解されてますな、明らかに。どうしたもんかの？あ、入れないか。困りましたな。ふっ、黒ギャル。どうしろと？あー、村長にこういう時話しかけるべきか。村長、里の王さ。てかよくあのおばあちゃんここまで上がってきたな、バーバー。おおお、どうしたどうした。 BGM が。魔帝国ガナ。赤い鎧。やばいぞ、 MP ないぞ。眠る余裕あるかな。よかったよかった。セフセフ。MP ないから。ライフも下がってるからね。お待たせお待たせ。なんかこんなシーンあったなぁ。ドミールはかつて我が帝国に逆らった者たちの巣窟。なるほど。お。ゾンビナイトナイトリッチ。ガナン、魔帝国ガナンつってもかなり古参の兵なんじゃない？超古参、古参でももう、ゾンビ化してんじゃん。普通に雑魚的扱いで攻撃してっていいと思うな。とりあえず周りの雑魚から行きますか。これはイオラ効くのかな？どれくらい効くんだろうな。一回ガードされたな。あ、結構高いんだ。やばいか、中ボスくらいの気持ちで挑んだ方がいいのかな。ナイトリッチの攻撃で決める。あ、大丈夫かね。応援トラジャー、呪文
じゃなくて特技サミダレイオラ。いか。ドン。地味に強いなサミダレ好きが。一括先打て。あ、ダメか。ザオラル。復活は？スター。ミディアの日、スタート。カーツ。テンションが上がる。これいいな。もっと早く打てればなおいいんだが。イオラ攻撃。よし。ドーン。あれ、ザオラル復活なのに HP マックスなんですか？ OK。甘いな。将軍。お、なんか出てきた。ゲルニック将軍出た。やれやれ、偉大なる帝国の兵士ともあろう者が人間ごときに遅れを取るとは。ドーン。グギャーひおや、どっかで見たと思ったらあんたはイザヤールさんの、なんと生きてらっしゃったんですか。帝国の敵はグレイナルだけではなんというわけですね。まあ、いいでしょう。イメージとしてはフリーザ様の声で出したいんだけど、無理だわ。ダメだわ。あなたもグレイナルもドビールもどうせもうすぐこの地上からも消え失せるのですから。だがしかし、それをなんとか阻止するのがこの主人公ベジータの役目なのである。いやいや、というわけか、心変わりなさって条件付きであなたの話を聞いてやってもよい。はーい。向こうの階段降りたところ。はーい。一人で行くっていうのはどうやってあれすればいいんだ。仲間を預けてくればいいのかな。これが見張り？ほら、いいよ。竜の地酒じゃねえし、竜の日酒だし。ありがとう。さあ、行きますか。一人でっていうのがちょっと気にかかるな。これ勝手に一人にならないよね、きっとね。一回、久々にセントシュタイン城に行って。懐かしいなぁ、セントシュタイン。で、INN に入ってと。ルイーダはどれだっけ？あれ？これか？あ、これか。仲間を預けるでいいのかな。これでいいのかな。ふん、この状況で敵にエンカウントしたら詰むんだけどな。ドミール火山。ここに一発で飛べるのね。故に大丈夫だったわけね。まあ、良いわ。それはさておき、先立っては貴様のことを信用できぬと言ったが、なぜ分かったかじゃと？老いたりとはいえ、わしの耳は人間とは物が違う。わしの知る帝国の兵士たちはあのような魔物ではなかったが、あれこそ紛れもなく300年前に戦ったのと同じ。いいえ、押したら何起きるか分かんないからできなかったわ。もし戦闘とかだったら詰むからな。グビグビ。うわぁ、しみるの。
面倒かけた詫びに貴様にこれをくれてやろう。なんだろう。ガナンの紋章。300年前の戦いで帝国の将軍を倒し手に入れたもの、奴らにとっては貴重な品。やばいやばい、里が。なんだ。いや、伝説の闇竜、バルボロス。伝説のモグラ竜だったらボルボロスなんだけどな。よかろう、幸いここには誰もおる。ちょっと待って、戦闘態勢になってないんだが。それが来て我が背にまたが竜の戦士がいれば、今のわしでもきっと再び空を飛べるはず。なんか降ってきた。竜戦士の装具とそれをまとう者を始末しろと将軍からの命令でな。これじゃ戦えないって。戦えないって、ちょっと待ってくれ。待ってくれ。無理だよ、こんなんじゃ。厳しい。とても厳しい。どうしろと。いや、これはきついぜ。これは普通に倒さなきゃいけないんだろう。マジックバリア、それは問題ない。マジック、魔法はやんない。あ、きっつ。いや、きついだろう。これは勝てないぞ。しかし MP が足りない。やめてー、勝てないよー。あ、ギリギリセーフらしい。あぶねー。あぶねー。あぶねえ、なんだ今の。超ギリギリじゃねえか。まあ、ちょ、待ってよ。戦闘態勢立っ、なって、もう、危ねえな、ほんとに。竜戦士の意識、ゲットしました。これ、大丈夫か？じゃあ装備が鉄鋼鍵だもんね。ただ装備めっちゃかっこよくなったな。はい、ということでね、なぜか竜戦士になったベジータは、ドラゴン戦士になったベジータが、次回闇竜バルボロスと対峙します。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。